いな。さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回はですね、はい、絶品天ぷらでございます。イエーイ、あの行列の名店。はい、そうなんですよ。そう、それがあちらでございます。はい、はい、天ぷらたまるということでございまして、うん、お昼になると本当にね、すごいたくさんのお客さんが並んでると。平日もずっと行列してる、すごいのよ、うん、本当に。それもそのはず、こちらのたまるはですね、うん、某サイトにてもう1位取りまくりなんですよ。へー、とにかく1位が並んでるというこの天ぷら屋さんでございます。なるほど。はい、最高のランチがいただけるんですけども、はい、夜もしっかりと予約が連日入っているということで、今回はですね、夜のたまる、ここ夜のたまる、夜まるをはい取材したいと思います。そんなこと勝手に言っていいの、夜まるとかって。いやー、すいません大将。あ、いいえ、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうほんと昼は大行列でございまして。そうですね、おかみさんでありがとうございます。1位を連続で獲得する。あ、なんかね、僕も知らなかったんですけど、はい、ネトラボ、はいはい、ネトラボで、なんか天ぷらと天丼と定食のカテゴリーで1位になったらしく、はい、それまた今以上にね、お客さんが多いような気がしますね。あ、そうっすか。平日もすごい並んでますもんね。そうですよね。関係ないですよね。あまり関係ないですね。ただまあ平日の場合は遅い時間が多少ね、ゆっくりな時もあります。あ、平日はね、そうか、ちょっと軽々しく言えないみたいな。なかなかわからない。ウエティクンボードは11時に出すんで、はい、11時から皆さん帰って待たれます。で11時半オープンいうことなん で、ね、はい、そこを狙っていくかですよね。だから12時ど真ん中ではなく、ちょっと早めか遅めかっていうことなんですよ、うん、まあどっちみち待ってもらわんと難しいです。待たずにっていうのはなかなか難しいかもしれないです。そうですね、うん、いかに待ち時間を少なくするかぐらいの感じかもしれない。でもそういう方はね、はい、この夜がね、わかんないんですよ。どんな夜は初めてですか。初めてですよね。初めてでございます。夜はまた、全く違うんで、いや、ちょっとだからドキドキしてます。ドキドキしますコースなんですか。そうですね、今日のは一番まあ人気のある竹のコースっていうコースですけど、松竹梅の、そうですね、真ん中、ね、これ一番人気があるんで、へえ、まあ、これをまず食べてもらう。え、全部で何品ぐらい出てくるの。ね、11品に最後にかき揚げがあるんで。かき揚げが最後に、はい、かき揚げ好きじゃーん。かき揚げが食べたくて去年から、ね、ついに、うわー楽しみです。かき揚げはね、天丼にもできますしね。うわー、どうしましょう。まずはまずエビが2本ずつ入りますから、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、いただきます。何つけるのが、塩がいいんですよ。塩が、わかりました。あ、いえ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 、うーん、おいしい。おいしいです。ありがとうございます。いつも思うけど、うん、揚げ物って感じがしないよね。なんだろう、しっとりしてるし、そういうちょっと蒸し物みたいな。ね、あ、確かにそういう表現もできますよね。うん、ね、カラッと揚がってて、うーん、うわー、うん、足のついたね。足がね、香ばしい。違うのよ。そうなんですか。これはお昼になかったです。お昼はないです。うわー、すごい。さすがに車エビじゃないです。あ、車エビなんか、車エビですだから、え、違うんですね。違う、エビ自体ですけど、ね、なんかすごい美味しいなと思った。そうか、すごい。あ、そうなんだ。うーん、本当だ。うーん、
本当に大将に何だそれって言われるかもしれないけど、最高級のカッパエビせんなんでもこれほんまに、うん、いよいよ腹は想像以上に柔らかいです。パリッとね。これも美味しいわ。お塩お塩塩がいいですね。ほんとスナックみたいな感じになるのかな。美味しい。出ました。めっちゃ美味しい。腹の部分って結構口に残ったり、美味しいけど残るじゃないですか。これ全然そんなことないですね。風味だけが、旨味だけがちゃんと残ってくれる。他のエビに比べると殻がね、ちょっとやっぱり柔らかいんです。柔らかいで薄いんですよ。すごい美味しい。カリッとなりやすい。これもほとんど素揚げの状態なんで、衣をつけるとかちょっと違うんですけど。うーん、あ、めっちゃ美味しい。あんまりソース切れるかも。おいしい。エビみたいに沿っちゃった。あ、すいません。次はやります。はい、エビ椎茸ですね、うん、中にエビのすり身が入ってますからね。おお、はい、一つは塩で、一つは天つゆで食べられてもいいですよ。まあ贅沢な。ありがとうございます。これちょっと待って、椎茸がもうものすごい肉厚で、すごいジューシーな感じね。うまっ。うわ、おいしい。わお、ほんまに美味しい。30年以上ですかね、この椎茸使ってるの。へえ、うん、大分県のね、しがなみグループっていう、水分量が少ないんですよ。あ、少ないんですか。あ、そうなの。これね、すごい。でもしっとりしてる。すごいジューシーです。少ないから、うん、要するに天ぷらって水分抜く作業なんで、水分が多いと縮んじゃうんですよ、ね、だからペラペラの椎茸になっちゃうんです。なるほど。これはでも、ね、水分量少ないから非常に揚げてもべちゃべちゃにならないし、うーん、天ぷらには最適ですから。おいしい。また違う。違いますよね、味がね。天つゆとの相性も抜群。うまいな。ちょっと本当料亭の味みたいな感じになるよね。しいたけで、うん。これが何でしたっけ？これスワンですね。これは？塩。塩がいいですね。はい。香りがいいんで塩が。今年はね、ちょっとそらめ早いぐらいですけど、結構ね。春ですね、もう。そうですよ。うわ、おお、これはこれはこのままです。もうじゃあイクラの塩気でいただくような。そうです、そのままで食べてください。うわ、美味しいです。間違いないですよ、ね、間違いないです。イクラが本当になんか丸のカプセルに入ったソースを上に乗せとる感じよね。うまっ。これはささみチーズですね。海苔で巻いてありますからね。うわ、うん、まい。天ぷらじゃないみたいな ね。旅したことない国の名物料理みたいなね。あと、やっぱりささみもすっごいしっとりしてますね。うまい。これはね、広島の牡蠣ですね。はいはい。これね、レモンと塩で。うわ、いいっすね。うん、カキフライはよう食べるけどね。あ、カキの天ぷらってな、またなかなかないじゃない。あ、なるほど。いいね。はい、イカですね。イカのしそ巻きになります。うわ、おいしそう。これちょっと白い、中が透明感あるじゃないですか。はい、それが時間が経つとだんだんでも中まで白くなってると思います。これはそれもやっぱ塩がいい。塩、いや、なんか大将、僕天つゆは好きなんですけどね。あのなかなか夜のコースは素材がやっぱりいいものが多いんで、塩がやっぱりいいんですよね。だから大根おろしは口直しに食べてもらって。はあ、なるほど。うまっ。むっちりしてますね。むっちりしてますね。むっちりしてる。だからね、日本近海にはいないんですよ。モンゴーイカでも いるんですけど、小さいと薄いんで、どうしてもイカは。はいはい。この厚みは出ない。それも大西洋の方のモンゴーイカっていう。なんか、ちょっとお口直し。本当にそうなんですよ。夜は
夜で夜は夜で、ね、すごいですね、やっぱ別物ですね、ちょっと、やっぱ格がだいぶグッと上がりますね、大事な人と来たい感じですね本当に。あ、いやいや、だから来てるじゃん、うん、はい、カスメンタですね、わあ、明太子乗りました、ホクホクしてるし、ねっとり感も噛むと出てくる感じだね、はい、ちょっとね、長く持ってると重いなと思うちょっと一回置きました。キスですね、キス定番キスですね。これはこれはもうね、天つゆ、塩でもカレー粉でも天つゆでも、あ、おすすめのところでシャクシャクとふわふわが、うわー、ほんこね、めっちゃふわふわ、塩めっちゃ美味しいよ。あ、マジか塩分取ってる、美味しい塩だけど、あ、うまい、ね、すごい美味しい塩だな、塩ね、あ、うまっ、あの、やっぱ甘みを感じます、やっぱりこのお魚の。アスパラも今年はね、早く国産が出始めたんで、へー、きた、うまい、めちゃめちゃ熱々だね。だから俺は熱々が食べたいからいつもカウンター座んのよで、あの丸とかするところにカウンターかテーブルかどっちでもってのがあるけど、この間お母さん含めて3人で行ったじゃん、はい、カウンターに3人組で丸するともうとんでもないことになるから順番がなかなか座れないですよねでもやっぱりね、あの1つ空いたら1人の方に先入ってもらう、でも絶対ね、こういうのも味わいたいんですよ。ですよね。あーすごーい。かき揚げ、夢にまで見たかき揚げでございます。3ヶ月か、3ヶ月よな。これはどうやって食べますか。これは好みなんですけど、基本的にはこのかき揚げは天つゆに合うかき揚げなんですよ。おただ塩でも、一口塩で食べられます。わかりました全然いいっすよ一口なら。うわー、え、中何が入ってるんですか。これはね、エビとコーンと、はい、あと玉ねぎ、かぼちゃ、枝豆、人参、いろいろ、いろいろ入ってる。では私は天丼でいただきます。どう、美味しい？野菜の甘さがすっごい引き出されてる。基本甘いかき揚げなんで、はい、つゆとよく合うんですよね。うまいな、うまいな、おいしい、いろんな味がしますな。それがやっぱりかき揚げのね、良さですね。いや、ほんとそうですね。天丼のかけているタレもまたちょっと、まあ、違うんですよ。違う、違うとまた違うものなんで、ね、ちょっと青めで濃いめのねえ、ですね。天丼部門でも1位になってるんだけどな。これは間違いないですね。おいしいな。天つゆを思う存分つけて天つゆシャバシャバにして食べてください。それが逆に美味しいですよ。うん、あの夜になると、まあ、単品もありながら、そうですね、夜定食にもあるんですか。夜定食も平日はあります。品数的にもね、だからエビ、魚、野菜、かき揚げまでついて2500円かな。安い、だからまあもう本当に食事だけされる方はその夜定食で十分だと思う。はあの、ランチを食べて満足してる皆さんは夜来てほしいね。いや、あ、もう本当に下気になってる人はね、いや、あのその上があるっていうことをちょっとまだ行くよっていうね、知っていただきたいですね。これはと思ったらもうチック行ってほしい、ね、うん、